私ぐらいの年代の方は何言ってるかさっぱりわからないと。それはですね、まあ、就職なんであったこともありますけれども氷河期と言われてですね、まあ、氷河期っていうのもですね、その当時のテレビ局が流布したことで、すでに縁故採用とですね、日系人が縁故採用で囲い込んでいたっていうところ、だからですね、そのなぜ今ですね芸能人がこれだけ増えてテレビチャンネルが激増して、というところに来てるんですね。で一箇所にいるとわからない、まあ、それで今ちょっと放送してますけれども、なのでまあ不透明になるようにですね、まあ、終身雇用とかいろいろありますけれども、まあ、実態はその、古くにですね明治維新直後に、ベトミンミグランとかですね、あちらの方ってのはやっぱりこちらのですね、まあ、そうしたあの、まあ、一応奴隷制国家のですね芸能工業界が、まあ、国家の収入だったところですね、まあ、それがまああのそしたノウハウをですね自然と身についていて、まあ、それを応用したものだっていう、それでですね、その例えばですね製薬会社 A っていうのがあって、まあ、日本人は働きたくないと、じゃあ日系人に働かせようと、で従業員として働いてたら、中堅企業になった製薬会社ですね、そしたら中に悪い人がいて、どこの世界にも悪い方いるんですけれども、それではそのなかなか薬 が売れなくなったと、市販のですね、そしたら金をばらまいてしまおうと、そして売り上げを上げてきたのが悪名高き小林製薬とかですね、第一製薬っていうのが、それは日系人企業であった日本人の企業ではなかったと、あとですねテレビ局のスポンサー顔もですね、なかなかその業界の中ではあまりイメージは良くないんですね。例えばビオレ U のコンビニに売ってる商品はですねロート製薬とか TBS のスポンサーで有名でしたけども、ロート製薬とかですねビオレ U の顔のですね、まあ、一回仕方とた、まあ、顔中にその赤い腫れが残って、コンビニで売っていたですね、というそのことはもう70年代前半から言われていたことです。なのでそのテレビ関係者向けのですね医師を育てる、まあ、医大とですね、テレビ芸能人向けの、製薬会社って全く、まあ、の異なっていたっていうのは、周知の、就職活動を正規のですねした方だったら、そうしたその、まあ、90年代前にですね情報が入っていたはずなんですね、まあ、大学生のですね、それはやっぱりですね薬っていうのがその民族性によって違う、全く違うわけですよね。例えばこれは私のこういうあざもですね、例えば私白いからこう目立ってちょっとしたまあ、0.1 ミリ の、ものでも気づくっていうで気になるっていうことなんです。これがもし日焼けしていたらあまり分かりづらいですね、斑点だとですね、なのでそのまあそれでですねやっぱり体質っていうのがあるので、例えばそのコーヒーをずっと飲んでいた国だったら、コーヒーが、まあ、お水のような代わりです。でも日本ってあまりそういう習慣がないので、まあ、紅茶もですね、どちらかといえばセイロンとかインドのもの、日本はまあ緑茶だったっていう、